こんにちは、レイセンです。今日は9月29日日曜日になります。絶食532日目、発酵果肉開発は26日目です。天気は晴れですね。睡眠時間は3時間半ほどとっています、今のところですね。まあ寝たのはね1時間半、布団で寝たの1時間半で、その後2時間ぐらいちょっと椅子でうとうとしてたもんで、で3時間半ってとこですね。まだちょっとなんかね、目がなんかしょぼしょぼする感じっていうのかな。もうちょっと寝たいところなんで、まあ増える可能性もありますね。で、尿回数が今のところ7回ですね。現在時刻は午前10時38分ぐらいってところです。で、今日は昨日7000飲んじゃったもんで、紙パックが9本だね。9本、空のやつが出たね。なんで、またちょっと買い出し行かないとってとこですね。補充をしないと。グリーンスムージーがまだ今3本あって、ただ、有機豆乳がもうないもんで、有機豆乳ちょっと買い込むって形ですね。あと、吊るすためのコードの、この、電話コードみたいなやつはね、ぐるぐるぐるっていうバネ状のやつ、あれを一つ買ってくる。100均行ってね。で、3つ吊るせるように作ろうかなと思ってるんで、まあそれをやるかもしれない。まあ別に今日やらなくてもいいもんで、まあやれそうだったらやるってとこですね。どっかのタイミングで。ヒートンだっけ、リング状のネジのやつだね。ネジっていうか止めるやつだね。あれも買ってきてあるもんで、まあ、あれに変えるって形、で果物ジュースが今少しまだ残ってるもんで、あれ使い切っちゃったら、あとはもうグリーンスムージーだけでやっていくって。でそっからはもう極地原料法で絞って、で発酵果肉入れて、で EM の活性液、まあ出来上がったやつだね、もう使ってやっていくってとこですね。まあそんな感じです。なんで今日はまだちょっと取るかもしれないけど、明日以降はなるべく1リットルから 1.5 リッターでやっていくってとこですね。まあね、目指すってか狙うのは1リットルだけどね、1リットルでなるべく狙うけど、やっぱバイオリズムとかでね、ちょっと今日はたくさん必要だなと思った時は、まあ1.5 ないし、まあ2リットルないしってとこですね。そしたら、絶食532日目始めていきます。でそしたら1杯目作っていきます。フルーツメスターアップルですね。これを300で、有機豆乳を200と、あと水、神社の井戸水を250と、あとここに、まあ、空のペットボトル、あるんで、これね、これ、作ったのは9月21日だね。今日9日だね。だから8日前だね。8日前、21日の17時に作ってます。これもうパンパンだけどね。発酵匂いはいいな。まあとりあえず入れてく。まあ酸味もあるし、まあいいかな。パッて言ってもいいでしょう、これなら。で一応残ったやつはまた38度の空間に入れておく。でこれを水の方に大さじ1杯、結構酸味強いね。いい感じに出来上がってるな。これなら実験していっても大丈夫でしょう。で多分これなら 3.5 は必ずいってるね。 3.0 か 3.1 ぐらいじゃないかな。3.0 付近だと思う。めんどくさいんでやらないけど。いや、めんどくさいんで測らないけど。3.5 以下は、まあ、必ずいってるね、これなら。かなり酸性強いというか。これ、まあ、今日取っていく。
そしたら飲んでいきます。ちょっと100ミリだけこのまま原液のまま飲んでみようと思うんで、それも実験の一環としてね。あ、この容器いいかもしれんな。これだけ飲んでいきます。え、飲んじゃったんでもう一杯作っていきます。オレンジですね。これが300と有機豆乳を200、あと大さじ2杯めんどいけどね。うん、測るのがめんどくさいね。適当にポッと入れちゃってもいいかなって気はするけどな。実験だでな。大さじ2杯、うん、したら飲んでいきます。え、ちょっと買い出し行ってきます。え、今帰ってきました。あのね、フルーツミックスがね、別のスーパー行ったらね、安く100円で売ってたんだよ。で、結構買っちゃった。あと、あの、これ野菜生活100マンゴーサラダがね 30% 引きだったもんで、これが4本あった。まあ、これも買ってきた。まあ、ちょっとしばらくはゆっくりしようと思う。これある程度消化してからだね、うん、ちょっとゆっくりして、で、まあ、あの、栄気を養って、それから1リットルね、グリーンスムージーで1リットルっていうのをやっていこうと思います。で、今から、あの、一応ね、このアップルとオレンジと、あとグレープだね、これ、あの、買ってきたもんで、で、あの、EM 活性液だね。果物ジュースを使った EM 活性液の実験をしていこうと思います。てか仕込みだね。仕込みをやっていく。それで、実際作れるのかどうかっていうのはね。っていうのはね、今日ね、あの、100ミリ EM 活性液飲んでみたんだけど、そしたらね、ちょっとなんか胸のあたりにね、ちょっとなんか違和感っていうか、ズンとしたあの重い感じ、前に話したやつだね。うん、あの、発酵果肉たくさん取るとなんか出るらしい、出るような気がするっていう話をしたと思うけど、発酵果肉あんまりたくさん取らない方がいいなみたいな話をしたと思うんだけど、原因がどうもね、発酵果肉じゃなくって EM 活性液だね。どうもそうみたい。今日分かった。あの、100ミリ飲んだ時にね、あれ、これで出たと思ったもんで、ね、EM 活性液で出てきた。じゃあこれあれか、あ、果肉じゃないんだ、うん、果肉じゃないんだ、分かった。そう、うん、だもんで EM 活性液なんだよ。 EM 活性液ある程度飲むと、あの、この辺に胸になんか違和感が出るっていうか、ちょっとなんかズンとした感じが来るんだわ。これあんまり良くない感覚だもんで、でもしかするとね、糖蜜が原因なんじゃないかな、この EM 活性液の中に入ってる糖蜜ね。で、糖蜜なしだね。糖蜜なしで、あ、作ってみようということで、ここにこれだね。まあ8日間経ってて割と酸味も強いんで、これ完成したと思っていいから、この EM 活性液を100ミリだね、100ミリ入れて、うん、ちょうど100で、この中にこれだね、果物ジュース、これ900だもんで、これちょうど全部入れたら100なんだよね、1リットルなんだわ。まあ、本当はね、あの、肩幅ぐらいにして、でガスが溜まるところスペースがあった方がいいんだけど、とりあえずこれでやってみる。これでもしね、あの、飲んでも胸になんかズンとした重い感じが出てこなくって、で味もそんな悪くないと、で腸の状態も良くなるっていうね、素晴らしい活性液が出来上がる可能性があるもんで、割となんか余裕があるな。ギリギリまでかなと思ったけど、割と余裕があるね。100ミリ入れただけだけどな。うん。まあ、とりあえずこれでね、これでできるかどうかだね。活性液実際に作れるのかどうかっていうところも、うん、まあ調べていきたいですね。アップルで、これオレンジ100で、ここにオレンジを
これで OK だね。色は全然違うね。さすがやっぱオレンジとアップルだと。なんかアップルの方が、まあ、糖分が多いで、うまくいきそうな気がするな。オレンジどうだろう。オレンジでも酸味が強いでな。どうだろうな。で、あと、これ。うん、99だね。まあいいとこでしょう。100。で、ここにグレープ。グレープだね。グレープを900。うん。まあ普通にアップルの色だね。なんか、アップルじゃない、グレープだね。グレープの色だね。うん。なんか出来、こんな感じだね。どうだろう。まあ、アップルがなんか一番成功しそうな感じがするけどね。でもグレープも糖はかなり強いもんで、かなり多いもんで、まあいけそうな気がするけどな。オレンジだけ微妙だな。どうだろうなっていうところですけどね。まあこれこれで仕込むって形です。あと 1.5 のペットボトルが1つ余ってるもんで、この中に100、とりあえず100かな。100入れて、100だと2リッターだね。2リッターで作れるやつだから、いっか。100だな。ちょっと入れすぎたけど、114。まあいいでしょう。で、糖蜜。糖蜜を、51。これで 150g だね。150g だと、大体 100ml ぐらいになるんで、よし、このとこだね。で、あとまあここに満タン、まあ型、ちょっと満タンよりちょっと下ぐらいまでだね、入れてやるって形です。うん、そしたら作っていきます。で、次作っていきます。カゴメン野菜生活100、マンゴーサラダですね。これも久しぶりだね。これ300、まあ3、2で。3、2がやっぱ一番美味しい。この割合が。1対1だとね、薄いんだよね。野菜生活100のこのシリーズっていうのか。オリジナルとかマンゴーサラダとかね。このシリーズは薄いんでね。スムージーもあの豆乳バナナは薄いんだわ。あれ1対1だと薄くなっちゃう。グリーンスムージーは1対1だと一番いいんだよね。うん、で、3、2、で、ちょっと活性器入れるのやめようかな。うん。その方がいい気がするもんで。まあ、活性器はやめて、どうしようかな。これ、うん、やめとこうかな。まあ、とりあえず、これで、これだけで。うん、か。ちょっととりあえずこれだけで。で、あと水なんだけど、このウィルキンソンの炭酸だね。ウィルキンソンの炭酸、これがまだ残ってたんだわ。ミドリムシ使おうと思ってて、ミドリムシの実験でね。結局今もうミドリムシはあんな感じだから、あんな感じっていうか、うん、惰性で今進んでる感じなんで、でこれちょっと炭酸を入れようかな、ここの中に。まあ使っちゃうっていう形だね。でこの容器を開けて、でこの1リットル容器を使って、この1リットル容器が欲しいんだわ。これを使って、あの活性液作りたいもんで。なあ、これ、まあ飲んじゃおうかなと思ってます。うん。で、活性液を大さじ1杯。実験なんでね。そしたら飲んでいきます。で、次、作っていきます。マンゴーサラダ、ね。を、300。と有機豆乳を200、あと50ぐらいかな。したらこれ飲んでいきます。え、次入れていきます。え、これマンゴーサラダを300で、今日はこのマンゴーサラダとフルーツミックスはわりかしたくさん買ってこれたんだけど、この有機豆乳だね。有機豆乳がね、一番安い値段で売ってたところが2本しかなくって、あんまり買えてないんだよね。
でまたちょっと買い出し行ってくる必要があるけど、うん、あとどのみち今日は無機豆乳もたくさん買ったら入れる場所がないっていうね、うん、冷蔵庫にスペースがないもんで、うん、今日ある程度取ったらで空いた部分だけの本数ね、また明日か明後日かに買ってくるもんで、雪豆乳が一番使うんだけどね。なんだけどこのマンゴーサラダの3割引きとかね、うん、あとフルーツミックスも100円だったからでかいんだわ。あれ普通に売ってたら150円ぐらいだから1本50円や、うん、得になるっていうのはでかい。これもいくらあったっけな、200円ぐらいなんだよ、200円ちょっとなんだよ。なので7掛け10だから60円か、60円安い1本につきね、60円安いってでかいからね、うん、まあそんな感じです。これ飲んでいきます。次入れていきます。マンゴーサラダを250と雪豆乳を250、あ違う300だと雪豆乳を200、あ、発酵果肉入れようかな。ここに大さじ3杯、うん、したら持っていきます。え、次入れていきます。マンゴーを300と有機豆乳を200、したらこれ飲んでいきます。水も作っていきます。ミルキンソン炭酸ですね、これを250。炭酸ね、いい、結構使えるね。まあお金かかるけどね。これ炭酸飲むとね、リラックスしやすいね。なので流れに乗りやすいっていうのかな、うん、ちょっとびっくりした。あ、炭酸ってそうなんだ。ただ炭酸って二酸化炭素だから酸性に傾くんだよね、うん、でなおかつこの活性液も酸性だもんで、ダブルで酸性になっちゃうから歯にね、ちょっと歯に影響が出るかもしれないというところですね。でもこんなにリラックスできるとは思わんかったね、うん、まあ、うん、それが逆にね、逆に悪い影響を及ぼす可能性もあるんで、ちょっと様子見ですけどね、うん、したら取っていきます。え、次入れてきます。野菜生活100のマンゴーサラダを300と有機豆乳を200、したら飲んでいきます。次入れてきます。マンゴーサラダを300と有機豆乳を200、したら飲んでいきます。水も入れときます。これさっき活性水だね、活性水作るときにちょっと使った水っていうか、中身は神社の井戸水なんだけど、500ミリ測るのにね、ペットボトル利用しただけっていう、まあその残りだね。したら飲んでいきます。で次入れていきます。マンゴーを300、もう豆乳これ1本ラストなんで、これなくなったらどうしようかなっていうところだね。まあ明日まで我慢するか24時間のところに買いに行くかってとこですね、うん、したら飲んでいきます。で次入れていきます。マンゴーを300と有機豆乳を200、したら飲んでいきます。で次入れていきます。マンゴーを300、有機豆乳を200、したら飲んでいきます。
ウエスト測っていきます。正面、側面と背中、66ですね。血圧測っていきます。100-68です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は3時間半ほどとっています。午前2時半から4時までの1時間半と、その後朝2時間ぐらいうとうとうと椅子でね寝ちゃってたと思うんで、2時間も寝てなかったかもしれないけど、一応2時間で計上しといて、合わせて3時間半ってところです。でジョギングとウェイトトレーニングが今日もなしです。日中の室内温度、今日は昼頃やっぱり測ってなくて忘れとって、午後4時半頃計測で32度、湿度は 39% でした。で飲んだもの、野菜ジュースが 3000ml で、豆乳が 2400 で、果物ジュースは600で、水は500で、炭酸水が500で、 EM 活性液は 205ml ですね。これは 100ml プラス大さじ7杯、7杯は105で計算しています。合ってるよな、確か大さじ1杯15だもんね。で発酵果肉は大さじ3杯ですね。で合計が 7205ml で、水500、炭酸水500、EM 活性液205のため、実質は6000になります。なので今日は6リッター絶食ですね取りすぎだっちゅう、まあこんな時があってもいいでしょう。尿回数は24回出てて、濃さは完全無色、量は平均的な量、少し多い時と少ない時がありました。大便1回出てます。午前11時40分頃、色褐色、中太バナナ状で20センチプラス細バナナ状で10センチ、平均的な硬さで匂いは少しありってところです。おならは少し多くって匂いは少し臭いですね。まあ、全体的に匂いは臭めで、おならの回数も多めって感じでした。そう頻繁にしょっちゅう出るってわけじゃないけど、わりかし多いってとこですね。で今日の計測時刻、午前9時頃に計測しています。昨日よりも50分ほど早いですね。まあ、0.1 キロぐらいは増えてるってことになりますね。体重 56.05 キロ、マイナス 0.15 キロの減少です。なんで昨日と同じ時間に測ったら、こっからさらに 0.1 キロ減るんで、マイナス 0.25 キロの減少か。まあ昨日がねちょっと特殊だったんで、朝から割と飲んでたからね、まあこの辺の変動率は参考にならないってとこです。 BMI は 17.7 で変化なし、体脂肪率は 9.2% でプラス 0.9% の増加です。まあ、体脂肪率に関しても昨日のがちょっと特殊なんでね、これ2日前の数字とよく似てるんで、2日前 9.1% で今日 9.2 なんでね、まあ変わってないって見方でいいと思います。血圧100-68、最高血圧-3、最低血圧-2、まあ、血圧微妙になんか下がってる感じはあるけど、まあこのぐらいの数字だったら誤差の範囲内って見方もできるんですね。脈拍77でプラス8、ウエスト66でマイナス1センチの減少です。まあ、昨日が特殊なんで昨日の67っていうのが、まあ朝ね、朝割とたくさん飲んでたもんでちょっと膨らんでたっていうだけのことだね。2日前の66に戻ったってところです。で今日の気づき、まあ今日気づき、前に活性液だね、活性液飲んでて、活性液じゃないわ、発酵果肉取った、入れた、豆芽ミックスが豆芽ミックス飲んでたりしてた時だね。あの頃飲んでたっていうか今も飲んでるけど、あの頃になんか胸のあたりちょっとズンとした感じが出てくる時があるっていう話をしたと思うんだよね。でこれ発酵果肉の量が多すぎなんじゃないかなっていうふうに、まあ私は考えたんだけど、あれの原因がね、どうも発酵果肉じゃなくって EM 活性液っていうね活性液の方だった。それを今日100ミリ飲んだ時に分かったっていうか、100ミリ飲んだら出始めたもんで、あれこれ活性液だったんだって分かったね。
発酵果肉に関しては量はあんまり気にしなくていいかもしれないってとこですね。その代わり、活性液だね。活性液あんまり取りすぎない方がいいなと思った。なので今後は、豆芽ミックスとか豆花ミックスの中には入れないようにして、で、水だね。250の水にだけ入れる。大さじ1杯ね。あれやっぱね、入れると入れないのじゃね、味の具合が全然違うんだわ。やっぱ入れた方がね、美味しいっていうか、飲みやすいというか。うん。なんか、入れない状態、ただの水はね、割と味気なかったもんで、ああ、これ入れた方がいいなって思った。うん。まあ、入れるのはそのぐらいだね。うん、そのぐらい。水に入れるっていう形で、豆芽と豆花には入れないっていう。まあ、そういう風にしたら、この胸のなんかズンとした感じがね、出てこない。今はないんだけど、たくさん取るとね、たくさん取ると、EM 活性液たくさん取ると出るんだわ。一時的にね。だもんで、それは、まあ、ちょっと取りすぎだって言ってるような感じがあるもんで。うん。まあ、そこだね。そこ要注意ってところです。取りすぎないように、EM 活性液あんまり取りすぎないようにする。まあ、1日大さじ、まあ、多くても4杯ぐらいでいいんじゃないかな。うん、4杯。まあ、1000ミリだね。あ、うん。水にせよ炭酸水にせよ合計で 1000ml ぐらい取るとして、まあ、合計大さじ4杯、まあ、このぐらいならいいんじゃないかなっていうところですね。まあ、今後やっていく上で、まあ、はっきり この量だっていうのが言えるかもしれないけどね、うん、であと炭酸水なんだけど、今日炭酸水に EM 活性液入れて飲んだんだけど、あれがね割と良かった、うん、なんか妙にリラックスできるね、炭酸水って。アルコールまでいかないけど、あそこまで激しくフラフラみたいな感じにはならないけど、ふわーっとした感じにならないけど、でもね、少しなんかね、ふわっとするんだよ。炭酸水飲むと。なんか体がじわーっと軽くなるっていうのかな。あれがリラックスしやすくなるね。まあ、そういう効果っていうのかな。影響があるんだよ。あれはね、おそらくね、おそらく神経だね。神経を、まあ、アルコールなんかは神経細胞を溶かすから、で神経細胞を溶かすもんで、ね、ふわっとするんだよ。神経が溶けるから、ね。それが気持ちいいっていう感覚になるわけだけど、だから炭酸水もね、神経に多少なりとも影響を及ぼしてるんじゃないかな。溶かすまでいかないけど、まあちょっとなんかやっぱり影響を与えて、で反応を鈍くさせるっていうのかな、神経のね。それがまあちょっと気持ちよさっていうのかな、ふわっとした気持ちよさを与えているっていうね。なんでまあアルコールの劣化版みたいな感じだねアルコールの劣化版っていうか、まあ弱いバージョンっていうのかな、アルコールのね、アルコールの極度に弱いバージョンっていうか、そんな感じだね、炭酸水っていうのは。まあ、酔うことはないもんで、酔ったりしないもんで、うん、まあね、車運転とかそういうのもできるしね、問題ないんだけど、それでいてなんかちょっとふわーっとしたリラックス効果があるもんで、うん、だから焼酎とかを炭酸で割る人っているよね、そういうのが好きな人いるよね。ああ、なるほどと思ったね。アルコールのそのなんていうの、気持ちよさっていうのかな、ふわーっとする感じと炭酸水のふわーっとする感じの両方をね、両方は味わえるもん でより強くね、強くまあ酔えるっていうか、気持ちいい感覚になるわけだ。そういうのが得られるもんで、あ、なるほどと思ったね。うん、だけどあれ神経に影響を及ぼしてるからね、あんまり慢性化するとどうかなっていうふうに思うね。アルコールなんかもね、あんまり慢性化すると良くないしね。うん。まあ、運動してる、スポーツしてる人なんかはよく知ってると思うけど、試合前とかに炭酸水飲まないよね。飲まないようにしてるはず。知ってる人はね、知識のある人はね。あれはやっぱなんか手に力が入らなくなるんだ、炭酸水飲むとね。うん、で手に力を入れるっていうのは神経の働きがちゃんと しっかり効いてるもんで手に力が入るんだけど、炭酸水飲むと神経麻痺させるっていうのかな、そういう効果があるもんで、だから手に力が入らなくなるっていう形だね。
なんか炭酸飲んだ時になんか妙にこうギュッとねギュッとなんか手に力がいまいち入らないなっていうのを感じたことある人いると思うんだけど、あれは神経を麻痺させてるっていうかね、少し溶かしてるのかもしれないね。アルコールほどじゃないにせよね、うん、そういうまあ効果があるっていうかな、うん、まあだもんで、逆にそれがあのリラックス効果につながるもんで、だから流れに乗るってやつだね。流れに乗る、今日はなんかちょっと落ち着かないイライラするみたいなね、リラックスしたいっていう時はあの炭酸水だね。炭酸水は EM 活性器で割って飲むっていうね、うん、これがいい、うん、だけどあの炭酸の入ったジュースだね、加糖ブドウ糖液糖とか炭酸の入ったジュースは飲むと、なんかまあ、気持ちよさもあるんだけど、炭酸の気持ちよさもあるんだけど、その後は砂糖を取りすぎというか砂糖を取っちゃうもんで、うん、加糖ブドウ糖によってね、液糖によってね、砂糖を取りすぎちゃうもんで、その後また精神的にね、きつくなるよっていう、そういうことはね、イライラしやすくなっちゃうから、だからあの炭酸水でもジュースではなくって、割るんだったらあの果物ジュースとか野菜ジュースとか、あとは活性液とかね、うん、その辺で割るって形だね。それがいいと思う。イライラさせないやつだね。砂糖の入ってないイライラさせないもので割る。そうするとあの気持ちよさがあってリラックスしやすくなるし、うん、それでいってあの、まあ、イライラもしにくいっていうのかな。砂糖取ってないからね、うん、そんな感じだね。まあ、今後炭酸水使えるなと思ったけど、あれ値段が高いんだよ。ウィルキンソン150円するもんで1リッター。果物ジュースと同じ値段しちゃうよね。果物ジュースの方が安いっていう感じ。まあだから、そうしょっちゅうは使わないけど、まあたまにね、あ、今日はなんかちょっとリラックスしたいなっていう時に、まあ、炭酸水ね、入れて、まあ割ってっていうか、まあ炭酸水の EM 活性器希釈液だね。うん、そういうのを作って飲むのはいいかもなって思った。そのところですね。うん。で、あと水を多めに飲むとね、あの、まあ、炭酸水で割った EM 希釈液だね。うん。をね、多めに飲むとね、臭い女が出るようになるんだわ。まあ、あの、炭酸水だからっていうわけじゃないかもしれないけどね。水の場合も同じかもしれないけど。水とか炭酸水、まあ水はちょっとまだか、まあ、検証してないけど、まあ少なくとも炭酸水だね。あれたくさん多めに飲むと臭いを狙われるようになるもんで、悪玉菌優勢になっちゃうんだわ。あれ気をつけた方がいいね。うん、飲むときはね、一口か二口だね。一口か二口。なんで、トーヤミックスとかトーカミックスを飲んだ後で、最後に一口か二口ぐらいね。うん、炭酸で割った EM 希釈液、まあ、ないし水で割った希釈液だねを飲むようにする。まあその形がいいな。やっぱあの水、まあ、あの水炭酸水、この辺はあのあんまりたくさん一気に取らない方がいいってところです。腸環境が悪くなるんでね、うん、今日もね、あの夕方から夜9時ぐらいまではね、おならもあんまり出てこなくって、でしかもね、匂いも臭くなかったんだよ。まあ、今日のおなら全体的に少し多いって言ってるんだけど、一時的にはね、その間の一時的にはね、あの調子のいい時があったんだわ。うん、で、あとその後はね、その後ウィルキンソンで割ったあの EM 希釈液、これ飲んでからね、臭いおならが出るようになってるもんで。だからあのマンゴーサラダだね。マンゴーサラダとか、この辺だね。この辺、有機豆乳とマンゴーサラダで割ったやつはね、おならの調子良くなるな、これ。だから野菜生活100はわりかしいいかもしれないって思った。まあ味の変化も取れるもんで、うん、いつも同じ味だと辛いってなるかもしれないから、まああの時々ね、うん、時々野菜生活100のマンゴーサラダとかオリジナルとかあの辺買ってきて、で 2,3 で割るだな、有機豆乳とね 2,3 で割って飲む形だね。で、まあ、その中にね、あと一番良かったのがこの発酵果肉だね、大さじ3杯。これがね、かなり良かったね。まあ、調子良かった。まあ、やっぱね、発酵果肉入れると、お腹の調子良くなるんだわ。間違いなく。うん。多分でね、まあ、発酵果肉だけじゃないね、果物ジュースもね。うん、
トーヤミックスだね。トーヤミックス、トーヤミックスと発酵果肉の入ったトーヤミックス、特にこの辺はねお腹の調子がかなり良くなるもんで、うん、今後使っていく、あメインでね。なんでまあ安くなってたりしたらね、うん、野菜生活100も安くなってたりしたら買ってちょっと飲むっていう形だね。あれならいけるかなと思った、うん、とにかくお腹の状態がいい状態になるっていうね、そこに集中する、そこを目指すっていうか、その状態を維持するっていう形だね。そうしていくもんで、うん、まあそんなところはですね、うん、まあ今日はそんな感じです。で明日もまあ同じようにやっていくけど、今ウィルキンソンがあと残り500かなあるもんで、まああれ500使っちゃってホス1リットルのペットボトルが1つ開くんだよね。そしたらそこにフルーツミックスだね、うん、フルーツミックスを入れて、うん、スーチャートメラクのねフルーツミックス入れて、で EM 活性液だね作ってみる。フルーツミックスでね、うん、オレンジ、アップルとグレープで今試してるけど、あれと同じような感じでね、うん、フルーツミックスも作ってみるってところです。まあやるのはそれぐらいかな。あと買い出しも有機投入がないもんで買い出し一回行ってきます。それぐらいだね。まあ明日もちょっとゆっくりして、で10月1日からはちょっと本格的に回していこうかなっていうね。まあトーヤミックスでね、基本トーヤミックスで、まあ1リットルから 1.5 リットルってとこだね。まあグリーンスムージーだね、グリーンスムージーをメインで使うって形、それでやっていこうと思ってます。そしたら絶食532日目完了です。それではまた明日。